イトジャック。今日はいつもと違うサイトなので犬山キャンプ場に来てます。ちょっと高台の方ね。さあ設営の方していきたいと思います。よいしょ。どこ行くの？電灯いねえな。よし、そしたらここは東屋があるのでこの下にテントを建てたいと思います。今日はクイックキャンプの新しいテントがこの間発売されてたのでそれを持ってきました。ワンタッチやからねすぐ建つと思いますけど、やっていきたいと思います。なかなか頑丈ですよこれ。ピンと張ればね、張るまではなんかへにゃへにゃやけど、張ったらなかなかいけてんじゃないかな。よっ、よいしょ。あ、近いね。こんな感じ。ベンチレーションあって、上穴開いてなかったね。まあ天井のとこだけが穴開いてて、ドローコードが通ってるので上にフライシート、ちっちゃいのやけどなんかかけるやつはついてました。2m70 の 2m30 ぐらいやったかな、なんかそれぐらい。そんなにでかくないよ。でもここはもうこれでいいね。ツールームとか全然いらんから、あのケージとかつけなくてもいいし、ワンコフリーやからね、こんな感じでいいんじゃないかい。いいんじゃないかい。はい、まあ、前室言うてもほんま靴置く程度しかないもん。何個入んない、精一杯ちゃうから。まあまあこんなもんやろ。あ、こんなもんや。手が入れるよね。十分寝れるよ。高さはないけど。横幅2m70あるもん。2m30 あるもん。どうこれ。こんな感じ。来ない。あっち、あっち行ってて。いいじゃね。暑っ。今日はもう暑いんだか寒いんだかやな、ほんまに。よっしゃっと。ベンチレーター、今日は珍しくモンベルのコンポートシステムパッド150とピロー、ゴロネスタイルやからもうあのコットなし。それで寝袋はこの間デカトロン行ったのね。あの日本初第1号店が西宮にできたの でその時にちょっと買ってきました。何個あんねんっていう感じやけど、コンフォートコンフォートは0度かな、リミットマイナス5度。まあダウンじゃないけど、いやこの寝袋いいんじゃないかな。初めて出すけど、現物見てきた感じでは良かった。お、どんな感じや。お、めっちゃ肌触りいいよこれ。このナイロンめっちゃいい。あ、これ十分やで。アズマヤの上にとりあえずタープをかけてみました。お外スペースやね。
だってないんだもん、張り出し部分がこのテント前室なんて靴を蹴るぐらいしかないし、まあまあまあピンと張れましたわ、即実践やねラウンドダウンツーハーフヒッチのボーラインノット、こっち側はボーラインノットのトートラインヒッチ、よし、まあ柵があるからそれに結びつけただけやし、これで快適になったよ。東屋から前が焚き火スペースで、よし、こんな感じでいいんではないでしょうか。コールマンのコージーチェア、派手やなこれ。いいじゃん、いや、あ、いいやいいや、これで十分。あし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 、ちょっと低いような気もするけどな。我が家完成、綺麗なうちに撮っとこうどじみちワンズでぐちゃぐちゃになる、ドロドロになるから、どっちにしろまあまあ綺麗綺麗今日はテーブルと、あ、ここ直火ダメやからね、うん、こんな感じにしました。テーブルと椅子を持ってきましたよ。よいしょ、あとは電源サイトあるからボナルカの冷蔵庫、今マイナス5度で設定です。生もんが使えるからいいね、冷凍庫があったら。よいしょ、こんな感じ。中は散らばるよね、コットがないから下に物が置けないもん、うん、犬の荷物とか私の手荷物とかそんな感じです。よいしょ、もうほんまにこんだけしかスペースないかんねん、全室言うても。でタープがスノーピークか、スノーピークのボンダシールドでやっております。こんだけ日陰作れたら最高。あ、いいでしょ、なかなか。これ17度、もう薪割りも終わったし、フェザースティックも作ったし、これで火起こしして、お茶でも飲もうかなと思います。これでつくかな、つくとは思うねんけども、いいね。
ほい、それでは、乾杯。あ、ま、うまいけど熱。あ、うめ。あ、おいしい。はい、こんばんはでございます。さあ、今6時5分。だいぶ気温落ちたね。一気に下がったね。一気に10度ぐらい下がったよ。さっき25度とかなってたもん。そしたら、今日はねサーロインステーキ、まあ、いつもお肉やね、サーロインステーキと、ね、アジがあったので、アジのなめろうパテ、大葉、みょうが、大葉、ネギ、フランスパン、ここにのせ、アジのなめろうをのせて、上からオリーブオイルをかけて食べたいと思います。おいしいらしい。ではやっていきたいと思います。いい味が売ってたのよ、それが。だからしようかなと思ったんだけど、まあ味の普通、あの作りで売ってたやつやけどね。うわ、すごい、めっちゃなんかよいしょ、うわよいしょ、すげえ、どうこれ、新鮮そのものやねんけど、うわ美味しそう。あ、アジのいい匂いがしてるわ。これアジと、で大葉、ネギ、もうちょい入れようか。ネギ多い方が美味しいね。ネギ、それとみょうが、ちょっとちっちゃかったかな。シェラカップの小でやったらちょっとちっちゃいな。とお味噌、もうちょいいる、このぐらいかな。よっしゃ、じゃあ潰していこう。できました。はい、次フランスパンのバケットを買ってきたので薄切りにしていきます。あとはこれを火に炙って焼くだけ。焼いたらオリーブオイルをかけて食べる。さ、その間にもうそろそろいい感じになってきたので、ちょっと火高いかな、強いかもね。いいね、焚き火台っていうのは、燃焼効率がすごくいい。こんなちっちゃいのにな。熱っ、燃えるよこれ。よいしょ、すぐやで。食べてみたいと思います。カリカリになった。早いな。よ、なめろうをのせる。これオリーブオイルね。おお、めっちゃ出た。ちょっとかける。
な、いただきます。確かに絶妙やな、これ面白い。うまいわ。あっち、あっち。よし。よいしょ。これ十分かな。かけんでもいいね。よし、いただきます。オリーブオイルがすごいまろやかにしてくれてるよね。これはうまいわ。うまいうまい。では お肉の方を焼きたいと思います。おり、うおすごいね、最初ね。 よし、一瞬で油で大丈夫。うおうまそう。違うね、半分に切らないとこの上に乗らないね。はい、それではいただきます。うわ、柔らけえ。うわー、柔らけえ。ほれ、いい感じやんか。いただきます。うん、柔らけえ。うまい、もう間違いないね。なかなかいい感じっしょ。これまあたまにはイースもあんのもいいよね。およ、みんなここにいるよ。よいしょ。自己反対の。3度まで下がりましたね。寒いわ。狭い幕内にこもりました。ほい、こんな感じ。幕内6度、外 3.3 度。寒いっすね。
はい、よいしょ。そんなに広くないからなんぼなんでも。よ、ちょっと暗い？もうちょっと明るくする？あ、これでちょっと明るくなった。そんなに広くないからね。ビシュがそこやから。ラッシーとこんな感じ。寒いっすね。ストーブはつけました。ベンチレーターは空いております。さあ、ほんだらゆっくりしようかね。もう10時なったし。では、なんか足ついてる。では今日一日お疲れ様でした。